イス銀河。はい、皆様こんにちは。宇宙一大学バスケを愛する宇宙人カルロスです。今回もですね、大学バスケの面白い試合をカルロスの実況を交えながら皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。すいません、ちょっと火星語がね出てしまったんですけども、大学バスケ再開も少し近づいてきて、ちょっとでもね皆さんと楽しみながら、はい、大学バスケ熱をぐんぐんぐんと上げていければいいなと思っております。今回セレクトした試合はですね、 NBL オールスター2015-2016の前座試合で行われた NBDL 選抜 VS 大学選抜オールスターゲームの、はい、試合をね、ちょっとカルロスがデータを漁っていた発見したので、これちょっとみんなと一緒に見たら面白いんじゃないかと思って今回実況していこうと思います。これトドロキですね、川崎ブレイブサンダースの、はい、今ねホームアリーナに設定されてるんですけど、ちょっとみんなでね5年前のトドロキに行ってみよう。タイムスリップ。NBL ってナショナルバスケットボールリーグって言って、B リーグの前身になったリーグで、いわゆる今でいう B2 ですねに当たるのが NBDL、 ナショナルバスケットボールデベロップメントリーグかな。はい、なので今で言うと、大学選抜 VS、B2 というかのオールスターって感じですね。でもやっぱりプロリーグ、当時はその完全プロではないですけど、そのなんていうんですかね、会社が母体となっているチームも多いですけど、それでもやっぱりねバスケット仕事してる人たちとのバトルなので、この一戦みんなで気を引き締めていこう、油断せずにいこうということで行ってみましょう。いや、あとですね、メンバー、大学選抜のメンバーが結構えぐくて、はい、めちゃくちゃ面白いと思うので、皆さんね、このゲームに出場したメンバーは概要欄に、はい、書いてありますので、それもチェックしつつ楽しんでいきましょう。スタートはポイントガードがベンドラメレオ選手、今サンロッカーズ渋谷にいて日本代表にも選出された選手ですね。で、多分2番ポジションが13番安藤シュート選手ですね。今名古屋ダイヤモンドドルフィンズにいて、こちらも日本代表に選出された選手です。日本代表に選出された選手って言えるのは結構彼すごくないですか。で、多分3番ポジションがババちゃんですね、ババ雄大選手、はい、今 G リーグアメリカにいるんですよね、テキサスレジェンズっていうNBA の下部リーグで、はい、戦ってて、こちらも日本代表です。日本代表負けないかい、すごいなこのゲームは、どういうこっちゃ。ということで4番ポジションが橋本康介選手ですね、東海大学卒業して、でそこから宇都宮ブレックス、多分地元なんですよね、宇都宮工業高校出身なので、でプレーして、この間富山グラウジーズへの移籍が、はい、発表されましたね。わー、簡単に決めてくるね。そして5番ポジションが2015年、当時の大学バスケの最強のオフェンスマシンですね、動ける、もうインサイドなのかもわからないぐらいの最強の得点マシンなんですけど、はい、バンバ選手、例えば B3 リーグ岩手ビッグブルズにいる選手です。ババちゃん入る、すごい入るねみんな。これオールスターゲームの前座の試合なんで、結構なんていうんですかね、両チームバチバチにやるんですけど、少しこう、なんていうんですか、オールスター特有の空気もありつつ、ビッグプレーがバンバン飛び出すので、皆さん最後までぜひご覧、橋本さん、おぉ。橋本選手は、やっぱり高校生時代から、あのサイズで、なんでもって言ったらあれですけど、ボールもつけてスリーもポンポン打てるっていうところが強みの選手でしたね。すごい、めちゃくちゃ入るな。熊澤選手、55番ですね。今は、アイシン AW アレイオンズ、B3 リーグにいるんですけど、そうですね、美濃加茂高校だった、ベンドラメさん、確か熊澤選手は美濃加茂高校だった中心だった気がしますね。岐阜って言ったら皆さんこうどうですか、最近の高校バスケだとあれですけど、美濃加茂高校、岐阜農林、あとはどこかな、高校バスケで強い中津川工業とかですかね。ちょっと皆さんね、岐阜といったらどこ高校でしょうか。はい、打つね、シューちゃんですね。この時みんな場所おそろですね、傾向のちょっとおしゃれな。安藤選手はねスリーポイントが得意なんですけど、この世代ですかね、いわゆる東海大でいうと寺園シュート選手とか、今あれですね NBA で、はい、G リーグでも活躍しますね、ハッスルとかで活躍して、渡辺裕太選手世代でいくとめちゃくちゃシューターですよね。
もうカルロスの語彙力のなさがとんでもないですけど、めちゃくちゃシュート早いな。点が入るのが12対7とんでもねえぞ。 NBDL 選抜に行くこの6番の大塚選手は早稲田大卒の選手ですね。おっとファールか。大塚選手はついこの間移籍が発表されましたけど、今は7番ビジャス B2 リーグにいて、この時は F イーグルス名古屋、まあ、いわゆる当時はトヨタ通商ですね、企業チームにいた選手なんですけど、この34番のカイル・リチャードソン選手とバンバ選手の戦いもちょっと必見なんですけど、うおーシャレおいおーバチバチ結構ガツガツやるまずね、多分この34番のカイル・リチャードソン選手は当時アースフレンズ東京 Z で、今はアイシン AW、まあ、B3 リーグにいる外国人の選手です。上手、結構個人技が多いのかな。ベンドラベさんが運び、うわー、やっぱみんなちょっとあれですね、お客さんもたくさん入ってるんで、ちょっと沸かすのを狙ってるというか、うん、まあ、この時は2015年なんで、ベンドラメ選手、橋本康介選手とかが4年生の代ですね。東海大、両方東海大学ですけど、あ、バチバチ激しいっすね、激しいな。ゴール下ベンドラメさんが運ぶ、そしてバンバ選手がいいパス、あ、これいいんじゃない。よー、いや、すごい反応がすごいな、ベンドラメさんの。相変わらず伝説の試合シリーズっていう、まあ、大学バスケ史の伝説の試合を、カルさんの実況をね、5月にたくさんしてたんですけど、やっぱ、ベンドラメ選手は、どの試合でも、なんて言うんだろうな、忍者、ジャパニーズ忍者並みの反応ですよね。ナルトとコラボしてくれないか。いいパス、おっと、うわー、ババちゃん。ババちゃん、当時2年だけどね、大学生もオールスターに入るとなんかあんな感じで、なんていうの、レイアップのバックシュートが入るもんなんですか、軽い感じで。しかもその前ちょっと相手と小競り合いしてるので狙いますね、結構。バンバ選手対ワーム選手、うん、NBDL 選抜の落合選手ですね。91番の選手は 3x3 をね、長年引っ張ってきた存在で、今は越谷アルファーズにいますけど、サムシティとかも出てた選手で、アンダードッグっていう、ね、結構こう、なんて言うんだろう、ストリートボールファンはやっぱり大好きなチームの一人で、左がすごいんですから、左が 3x3 日本代表ですね。おう、おー、やっぱ手堅いですね、この辺は。やっぱりやっぱこう NBDL の選手たちは負けられないですよね、大学生に。今ちょっと大学選抜がね、ガッツリリードしてますけど、やっぱり長年こうね、当時の日本のトップリーグですからね、 NBL、NBDL ってすごい戦ってきたプライド、そして大学選抜もね、負けるかと、ちょっとアピールの場でもあるんじゃないですか、正直。いろんなチームの関係者が来ている。おっと、ベンチが動きます。結構しっかり入るな。ワームさんの左、おー、ナイスパス、おい、おう、おうしか言ってないぜ。おーっと、ファール、やお、 N1 ですね。やっぱり本場の外国籍選手とね、マッチアップするってなかなか大学バスケだと、まあ、プロクラブと練習試合する以外ないですからね、面白いですよね。大学選抜はガラッとメンバー変えます。0番が岡本飛龍選手、今広島にいる拓大出身の選手で、17番、杉浦のゆうちゃんですね、杉浦雄星選手、最近島根に移籍しましたけど、筑波大卒の選手で、45番が頓宮選手は東海大卒、京都の東山校で、最近滋賀レイクスターズの移籍が発表されたし、みんな B リーガーすごいんだから。あ、でもこの99番の赤井選手は拓大のね、4番ポジションの選手で、今は富士通ですね、実業団にいます。うめえ、しびれるぜ。 NBDL の選抜の方も結構メンバー変えてきましたね。おー、飛龍さん
選手はドーラゴンですね。やっぱね、このちょっとオールスターの雰囲気でバチバチ前からディフェンスをやるというこの気概、ナイスガイ。ちょっとずつね、第一クォーターなんで、NBDL の選手の、おっと、いいパスよ、野球、一番村上選手ですね。今は滋賀レイクスターズにいるんですけど、7期のスラムダンク奨学金の選手なんですよね。そしてカルロス大好き、山形南高校出身です。あ、いい、やっぱ頓宮選手もそうですけど、外国籍の選手とね、マッチアップするのがなかなか、ほい、はい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 、今シュートったのが9番森川選手ですね。今横浜 B コルセアーズにいるんですけど、愛知学生大学っていうね、すごいこう、なんていうんですか、東海の大学バスケを代表する大学出身で、めちゃめちゃ大ぐらいらしいですね。うわ、うまい。1回の食事で大ライス5杯ぐらい食べるらしいですよ、森川選手。いやー、ちょっと、でも NBDL 戦、なんだ、 NBDL の方はパスパンパンもありますね。おっちい、うわー、みんな打つね。あー、ナイス押し込み、ルーク選手、ルーク・エヴァン選手ですね、3番。でも日本にずっといますね。 3x3 も今やってますし、いや、すごい。当時レノバ鹿児島っていう、今はねその名前も残ってないんですけど、クラブにて、いやー、ゆうちゃん、杉浦のゆうちゃんは本当にもう、この時ちょっとポジションアップかな、3番ポジションぐらいやってますけど。そしてですね、この岡本飛龍選手とベンドラメ選手が一緒に出るっていうのは、2人ともね同じ高校出身なんですよ、延岡学園高校っていう。うわー、みんなちょっと入りすぎじゃない、シュートおかしくない、そういうなんか魔法にかけられてる。結構やっぱガンガン1対1、わー、でもあれです、おー、ナイスルーズ、すげえ。やっぱこういう姿をあれですよね、大学バスケ見せられるとちょっと燃えますよね。18番の飛田選手ですね、今 FB イーグルス名古屋にいるんで、最近の大学バスケで言うとジャワラと同じチームメイトって言ったら結構わかりやすいです。ジャワラ、バービー、おー、みんなこの日シュートのパーセンテージ 80% ぐらいじゃないですか、これすごいですね。だってもう27対18ですね。第1ピリオドの残り1分ぐらい、いや、いい、 N1、 おー、ノー、 N1、 すごい、結構ゴリゴリやり合いますね両チーム。ちょっとね、ビッグプレーの匂いがプンプンするぜ、すげえビッグプレーの匂いがするぜ、にゅにゅ。ちょっとラストはね、岡本選手がやりますね。ワンワン、あー、飛龍、この僕は岡本選手のバッシュをね、この裏ピッピやるのが結構好きなんですけど、ディフェンスがねやっぱり、あー、待ってた、すごいんですよ。あー、ナイス合わせ、しかし明石さんが取っている。うおー、おしゃれなことしよるのみんなやっぱすごいですね、やっぱりなんて言うんですかね、いい、うお、グッティ、巨神兵ドッスンかと思ったわ、スーパーマリオの空中での微動だにしなさ、うん、なっさい。残り30秒、結構あれですね、トランジションが早いけどお互いバチバチやるので面白いですね。何をやってくれるんだい NBDL。 ピック、ホーンから、うわー、シュート。でもあれですね、やっぱり外国籍の選手がたくさん取ってくれるんでバンバン打てますよね。激ひい、激ひいねっていうね、まあ第1ピリオドはちょっと出場選手の紹介なんかを交えつつ送ってきましたが、30番が鳴海選手ですね、東海第三高校、まあ今の東海大諏訪ですけど、はい、まあ何回か言ってますけど、大学バスケに出て活躍するね、高校、三大高校ですね、彼氏は。
次打ち切った。おということで29対19、10点リードで大学選抜がリードして第1クォーター終わりました。いやはやいいですね。どうですか皆さん、まあ、大学選抜と NBDL 選抜っていう、まあ、いわゆる大学生 VS プロみたいな構図ですけど、言えることはとんでもないハイスコアゲームになるとカルロさん予感しております。こんだけシュートが入るのであれば第2ピリオドビッグプレーが起きると思うので、皆さん騒ぐ準備をして、はい、行ってみましょう。さあ第2ピリオドですね。じゃあ皆さん準備はできてますか？ビッグプレー来ますよきっと。おっと、ヘッドコーチをやられてるのは、昨年まで青山学院大学で指揮を取られてた広瀬さんですね。これまあなんか当たり前なんですけど、高校バスケの監督さんで先生って呼びますけど、大学とかさんって、おー橋本康介さん、橋本選手はやっぱりね、やっぱこう打点高いし腕長いし、マッチアップするのがインサイドの選手だったのもすごいですよね。あーやっぱあの辺はゆるりとやってきますよね。ちょっとしょうがない部分もありつつ、うわグッディグッディグッディ熱い。ちょっと相手もね本気っすよこりゃ。 NBDL の方の40番は田中選手ですね。あのもともとアメリカの NCA ディビジョン3だったかなの大学出身で、多分あのもう最近のあれですね、まあ、カルロスもそんなあれですけどね、なんかすごいあのなんていうんですか、最近の若者はみたいなわけではないですけど、あの松下電器っていうチームにいて、でその後スーパーリーグっていうのがあったんですよ日本。スーパーリーグの時の福岡レッドファルコンズっていうチームにいたんですけど、シーズン途中にねあの亡くなってしまうということもありつつ、なんかちょっとやっぱり昔、今 B リーグってすごいですよね。そう考えるとやっぱり、まあ、大学バスケをカロス担当してますけど、こういうバスケットのねやっぱり一緒にこう皆さんと盛り上げれたらいいなという思いでやっております。本当におじちゃんみたいなこと言ったね。はい、であのこの40番の田中選手はね、2010年頃には日本代表候補にも選出された選手です。そうですね、もうアメリカ仕込みのスキルがあります。うわいやわいやわいや、こういうの入るんだから、嘘つきでした。いっちゃれーバンビー。おーい、あのバンバ選手のことはバンビーと呼んでしまいましたけどね。やっぱポンポン打ちますね、チャンスがある。すげえな、ポンポン入りますね。23対34、熱いぜ、熱くなってきたぜ。脱いでいいですかカルス。じゃあ皆さんもね試合見てて熱くなったら脱いじゃっていいんですよ。入る。あーでもねこれあのカルロスが違う話してるとき大体入って、カルロスが入るって言ったとき入らないっていうのは、これはね実況あるあるなんですよ。 CS パークあるあると置き換えてもいいし、大学バスケあるあると言ってもいい。カルロスが入るって言ったときはなかなか入る。いやおっつい、ナイスフォロー、カイロ・リチャードソン選手。ちょっとねじわりじわりと NBDL の選抜が追いついてきましたけども、ちょっとゆっくりめに作りますね。うわーグッディ、これはメイクするね。いやいいっすね、あちい。じゃこれは大学選抜ね1本取りたいっすね、負けてられんぜ。いやファールか。まあでもちょっとまあなんていうんですか、身長差というか体格差があるから守りづらいっすよね。杉浦選手に代わって馬場選手が入ってきましたね。この場所何の場所なんだろう、皆さんちょっと分かる方はぜひ教えてください。狙っていくね、個人能力が高いからか、自由にやっててもシュートがいいとこだ、すごいとこ出すな。ナイスフォロー。いやー高い、これバスケットやってる方分かると思うんですけど、ドライブしてるときに自分が向かってる方向じゃないところに出すのって難しいですよね。すっごい当たり前のこと言ってるんですけど、例えばこう右にドライブして右方向に出すのは、まあ、あの視界に入ってるのは簡単ですけど、そこから逆サイドとかちょっと見えないディフェンスがかぶってるサイドを出すのって本当にセンスなんかな、フォークアイなんかな、やっぱり俯瞰するというか。さあ最近青足っていうサッカーマンがいるんですけど、俯瞰するねみたいなのがやっぱり
こう本当に見えてる人って見えてるんですかね、こうコート上から見てるかイメージでバスケしてるみたいな、会ったことはないんですよね。皆さんの周りでいますか、ちょっとなんか俯瞰した感じので見えてる選手みたいな。相手カルロス会いに行きます、そういう選手みたいな。うまいな体の使い方が。やっぱでも NBDL とかね、なかなかないんじゃないですか、インサイドの選手とマッチアップしてて外からああやってドリブルついて一対一仕掛けてくるっていうのは。前にアルバルク東京に B リーグの1年目にディアンテ・ギャレット選手っていう選手がいましたけど、あの選手は外寄りの選手で、まあ今で言うとあれか、千葉ジェッツにいるフリッピン・コー選手の外からできる選手。なんかやっぱこうやってあれですね、大学バスケもそうなんですけど、あの B リーグとかも外の選手で外国籍の選手がたくさん来たら面白くなりますよ。うわこのストップシュートやばい。あんなだって走り込んできてキュッて止まって打たれると思ってないでしょ絶対。インサイド選手、うわいいパス、すごいなバンバ選手は、覇者よ覇者。これや、たまげたぜ。40対34、6点差まで、はい、追いついてきましたね。ちょっとあの大学選抜のシュートが入ってないっていうのもありますけど、 NBDL がねガンガンバスケットアタックしてきますよね。ルーク、ナイス。今さあ何をしてくれるんだい大学選抜。ピックから、うわーん、でもやっぱりこうベンダム選手ってめちゃくちゃスピードがあるんですけど、それについて大塚選手もねさすがですよね。なんかこうね彼女がねさすがとか言うとちょっとおこがましいです。これは大学選抜はもうガンガンメンバー変えてきても全然やっぱり衰えないですよね。出てくる選手出てくる選手、今でいう B リーガーですからね。動きがないけど、うわすげえな、決めてくるっすねやっぱり。大塚選手は結構あの SNS のプロフィールとか見てもらえれば分かるんですけど、いろんなクラブ渡り歩いてて、いわゆるジャーニーマンですね。はい、ジャーニーマンって一回言ってみたかったんですけど、いろんなクラブを行ってる、もうベテランですね、バスケットベテラン。さあ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 、4点差や。おーやっぱあれですね、右サイドすごいな、弾丸パスや、決めてくるや。あの落合選手は左利きなんですけど、あっちのサイドからのね組み立てが多いですよね。パスがビュンビュン、すごいね。おいやーでもブレイクが出ますね、すげえ。ノーファールか、やっぱ外国籍の選手もああいう感じで、おーすげえ、今ファールが鳴ったんですね、狙ってっかと思ったけど、ブレイクを全部アリウープを狙うんじゃないかというレベルのベンドラム選手のね、はい、組み立てですけども、NBDL の選手は外国籍の選手もああやってガシガシ走るとブレイクはポンポン出ていいですよね。だってまだ15分なのにもうお互い40点近く取ってますからね。もうすごい、うわーおしゃれなことする、みんなおしゃれなこと狙いますね。なんて原宿、もうここ原宿なのよ、歩いてるだけでも目に映る人全員おしゃれみたいな。まあ轟ですけどね、すごい、うわー熱い。やっぱああいうなんていうんですかね、こうベテランと若手のエネルギーの1対1っていうのは見てて楽しいですね。いやサイドプレーです、40対40同点ですね。ちょっとここ1本欲しいところですけど、大学選抜は赤い選手もサウスポーですからね、サウスポー対サウスポー。なんかはい、ナイスフォローですね、トングー選手。やっぱりあのバレーボールとかってサウスポーのね選手のスパイクはちょっと止めづらいみたいな話は聞きますけど、バスケでもやっぱそうですよね、サウスポーの選手だとちょっとチェックする手が変わったり、うわっ、うわだ、あら
決めちゃうんだから。すげえな。今しかも皆さん見ました？一回ね、なんていうんですか、隣にパス出すフェイクをね、こうボールグインって回してやったんですよ。余裕があるな。すげえ。まあ、日本代表ですからね。サンロッカーズ渋谷でもね、パンパン出てて。あんだけ当たられた後に、シュート、リリースまで行って、なおかつね、体勢崩しながらもフェイクを入れるという、クレバーさ。すごいよな。これが大学バスケにね、いたんですかね。おー、さすがです。やっぱ左手も強いのは当たり前ですけど、ゴール下のね、こう分かります、逆の手のガード、いわゆる山王の松本の手ですね、はい、バスケ界でいう、ああいう基礎もめちゃくちゃ上手ですよね。まあ、落合選手は法政大学のバスケ部出身で、あれですね、今は事務所に所属してて、タレントとしても活躍されてますね。ナイキの、ね、広告とかめちゃくちゃ出てますよね。すげえな、まあ、ピックから決め1対1なのかな。うわー、あら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 、あーおー、やっとどこに出すか、ちょっと楽しみになってくる。このブレイクちょっともう展開早すぎて下噛むわ。なんなら2回噛んでるし、血だらけ。オロナイン持ってきて、誰か入りそう。ナイス、2番外に展開して、もう1個外。いやこれ、おお、すごい、ナイスフォロー。まだフォロー、もう一丁フォロー。わあ、ドラメの粘り、ドラメの粘りがすごかったけど、今みたいなブレイクってちょっとあれですよね。あの前にいる、おお、ナイスする、すげえ、気が抜け、あーっと乗ってきた。これは、いやー、ババブーン。2015年版あれですね、ベンドラメ選手、岡本選手、馬場選手っていると全員なんか狙いに行きますよね。早い云々とかではなく、こうなんか仕掛けるみたいなイメージがありますけど、見てて面白いですね。さあ、ということですね、まあ、ポイントガードが30番鳴海選手、あの D ライズっていう今でいう宇都宮ブレックスのチームにいたんですけど、なんていうんですかね、当時のバスケ事情ってなかなか深くて、でその D ライズは今でいう山形ワイバンの前身のねチームだったりっていう、今日なんかこうバスケのね豆知識披露会みたいになってますけど、やっぱこういうねプロの選手がいるとそういう話にもね花が咲くね、というね。はい、ということでね、安藤のシューちゃんですね。はい、喫水のシューター。正直ね、こっから先日本代表にどんどん食い込んでくるんじゃないかなと思います。やっぱこうね、世代がどんどん変わっていって、今年26歳なのでまだまだ若手溢れる男気、若気の至り、ちょっとわかんない、途中からわけわかんなくなりましたけど、岡本選手はあれですね、引きつけてから放てますからね。明石選手のシュート、ノーファールか。結構やっぱガンガン打ちますね、相手来たら。いやー、でも今のは頓宮選手がリバウンドを取らせないように体張っておりましたね。いやはや来た、うおー、杉浦選手だけバッシュのテイストが違う。杉浦選手はね、3x3 もやったり、なんていうんですか、3x3 日本代表なんかね、入ったりしたら、いろんなところの刺激を受けて、ちょっと島根で阿部亮選手と大爆発してくれるんじゃないかなと、からさ、勝手に思っております。さあ、54対48、ちょっと、おーし、なんかこう、あれですね、スラッシュするみたいな、今ね、ドリブルついてましたけど。さあ、残り10秒。9、8、7、6、5、4、3、3、だよ、それは。いや、いいとこで決めてくるし、今だって、
どんぐらい離れてた？カルロス3個分ぐらい離れてたよね、今。カルロス3体分ぐらいね、離れた位置からのディープ3でしたけど、お近いね。カメラマン近いね。なんかあれですね、ちょっとこの並びで歩いてると、ドラマヒーローみたいな。テレッテレッテレレ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 。はい、前半が終了して57対48。まあ大学選抜が依然としてリードしてますけど、途中はね同点になったりで結構熱い戦いをしてましたね。仕掛けるみたいな感じ。後半もねなんかちょっとやってくれるんじゃないかなと勝手に思っております。オールスターゲームですね。ちょっと後半も皆さんで楽しんでいきませう。さあ、ということで第3ピリオドですね。皆さんで、盛り上がっていきますよということですね。それはよいしょ。コートチェンジからの大塚選手、そして田中選手、そしてターンオーバー。はい、ということで頓宮選手が4番ポジションに入ってますね。うおえー、狙うね。これドリブルついててそのままの手で出すってこうね、やっぱり当たり前の技術ですけど、慣れないとむずいですよね。わかりますか？バスケットやる人のことです。いやー、ナイスナイスダンク、ダウンタウンですね。今ちょっと気抜くとね、一気にやられますからね、こいつは。うわー、やった。フローターまで使えちゃう。あ、いい。こういうの入る。あ、やっぱりカルロスが入るって言って初めて入ったかもしれん、これ。やっぱりね、落合選手、器用ですよね。すごい。あー、これすごいな。うおー、こういう間縫ってく感じのプレーめちゃくちゃ好きです。これ一回ね、一回寄せて、ピックにかけて、あー、背負うや、スネークですね。こいつはすげえな。やっぱ人が密集してる中でね、ドリブルを、まあ、やめないでというか、突きながらその間を抜けていくっていうのは相当な高等技術ですよね。カロスだって多分2歩目ぐらいで左足の小指折ってますね。強い。ゴリゴリ、おお、ゴリゴリ入る選手。おがたいがいいですね。まあでもそんなに焦んないですね。59対54。ガンガン打ってくんじゃないですか、こいつは。うわー、ナイス、グッティ。いやー、グッティからのこのスリーは熱すぎる。なかなかいない、いますか、秋山ひかるくんとかね。今山形バイバンズになってる選手、大学のスティールしてそのままスリー決めてポーズ取るみたいなの大学とかやってました。あー、もてあそぶね、ボールを。すごいね、ジャグリングしとったよ今。イリュージョニスト、ベンドラムレオ、世紀の大魔術者。8月10日東京ドームに行く公演。いい汗。しかしバンバ選手ブロック。あー、来た、ババちゃんが。おー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 、こんなこと。ちょっとあれですね、狙っててこの決まって、やっぱ格好なんだろうな、かっこよくて少しこうエツに入る時間帯がありますよね。いや、本当に入りますね、シュートがポン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 。いやー、なんかいいな、こういうレベルが高い選手がいる中でね、こう遊び心のあるプレーが出るっていう。あ、トング選手めちゃ守ってる、すごいね。ね、やっぱバンバ選手の時ちょっとみんな離れますね。あ、これ決まるでしょ。いい、やっぱね、バンバ選手が1対1しようとしてちょっと寄りつつ、インサイドの選手がねハイポストから刺す。いいバスケしてる。はい、これは守ったらでかいな。いや、やっぱリバウンド強いですよね、あの辺の選手が。うん、
やっぱちょっと拾われるとね、きついですね。やっぱこの辺ね、強いっすもん。やっぱファール、おーじゃなかったよー、トラベリングでした。すいません、トラベリングになりましたね。でもやっぱりあの辺で面取られるとね、あそこからね、組み立てられたりどんどん、はい、オフェンスやられるのか。やっぱゴール下でシュートを打たれるとね、そんなボールがね、桜木花道以外はゴール下のシュートがパーンって外に飛んでくってことないじゃないですか。やっぱオフェンスリバウンドはその後ね、参加しやすいんで。決めるね、みんな決めるね、とんでもなく。すごいな、なんかなんで入るのか。なんか本当にポンポン入りますね。まあちょっとディフェンスがオールスターディフェンスなんでプレッシャーが少ないっていうのもあるのかな。田中選手40番の今シュート決めた田中選手は東京海上日動ビッグブルーっていう今地域リーグ実業団のリーグに参加してるチームにいて、最近で言うと浜県がいるチームですね。はい、浜県がいるチームにいます。ちょっと前で行くと明治大のね浜にしか、まあ前でもない早稲田とか明治とか、まあ、あと同志社のバスケ部の選手なんかが進みますね。東京海上日動ビッグブルーは、あ、慶応の黒木選手がいますね。慶応義塾大学の黒木選手はこのベンドラメ選手とか岡本選手と同級生の延岡学園高校の選手なんですけど、選手は東京海上日動にいますね。うわお、しびれるドラメくる、すげえな、古武術を使ってるかのようなこの滑らかさ、相手の体重移動を逆手に取ったイリュージョニスト、ベンドラメレオの世紀の大マジックショー、ポロリもあるよ。8月10日東京ドームにて来い、皆さんよろしくお願いいたします。すげえね、バーバちゃんがボールを運びの、あ、おーっとちょっとやっぱ気抜いたらババ選手だね。ゴリゴリやってるよ、グッディー。あ、行くんじゃない自分で。いやーすごいな、ドリブル自分でついてこのダンクは、ヤンクって言おうとしちゃって今ダンク。いやはや70いってる。まあでも点差少しありますけど、4人か、大学選抜は4人メンバーチェンジ。あー、グッディーファール、ユニフォームがミーズの。赤石選手、岡本選手、杉浦選手、橋本選手ですね。いやーいいっすね、どういう組み立て。あ、赤石選手はでもそっか、インサイド橋本選手がやってるって感じ。あ、これはなんかやってくれる気がする。いいとこのパスでしたね、今のスラムダンク。やっぱちょっとね、こうちょうどディフェンスのね手が届かないようなところを通したようなふんわりしたパス、うん、腰のコーヒー店のスフレかのようなふんわり感。お、うわー3本目、カルロスの記憶が正しければ本日3本目打ちゃ入る、シューティングのような、そこにディフェンスなどいない、入る、うわー決め返してくるのでかいっすね、すごいな。お互いでも山形南高校はね熱い選手が多いですから、いい、ちょっと岡本選手のねワンオンワンというか、はい、ちょっとガッツあふれるプレーにはちょっとすごい期待してしまいますね。うまいな、まあ守れないカモンメーンって言った全員。さあということですね、にゃっにゃーん、稼いね、あ、うまい、おー、リングに置かせなかった杉浦くん。あ、来た、もう一個上じゃない、どう。あーでもなんか最近なんかねちょっとバスケットやってるね木星の友達聞いた、いやーやばもーノールックー、しかもノーベオかー、いやいいなー、ちょっとすげー汗かいてきた、カルロス脇汗がすげー今、
なんかテレパシー以心伝心つながっているんだ。ドゥドゥペドラネと岡本は以心伝心じゃん。オレンジレンジですね。あーまさかちょっと話戻るんですけど、なんかリバウンドが落ちるところを読む選手いるじゃないですか。本当に本当にいるじゃないですか。なんかでも今で言うと専修大学にいた今サムカズ渋谷にいる渡辺龍之介選手、はい、福岡第一高校なんですけど、選手とかは結構やっぱリバウンド嗅覚がすごいらしくて、なんかそういう選手ってでもなんか感覚なのか見て判断してるのかも考えてるのかみたいな。さっきの俯瞰の話もそうですけど、リバウンドが得意な選手いらっしゃったらぜひ、はい、こちらまでカルースまでよろしくお願いします。火星3丁目のね2の10です。よろしくお願いいたします。さあ79対73、どうなっちゃうの。うん、森川選手、あー決めてくる。ちょっと細いですねこの時は。今結構ね森川選手もね、B1 でずっとプレーしてる選手ですね。シーホース2冠にいたり、今横浜 B コルセアーズですけど。出すね。いやー、マジ？入りそうなのが怖い、あのリリースで。おー！右肩斜め45度からピン！杉浦雄星が右肩斜め。さあ、続いていきましょうか。ねね、ねね。いやー。みんなやっぱいいっすね、ポンポンやってて。さあ3ピリも残り1分、ナイスリバン。いや赤い選手がちょい運びしつつ、いやー狙うね、あー狙うね、すごいね、うまい。ああいうね、あのバックフォード使ったシュートって本当に練習の成果プラスセンスですよね。いやー杉浦選手は最近なんかツイッターでね、広瀬選手と絡んでた時に見ましたけど、お母さんになんて呼ばれてるっていうのはゆっちゃまって言ってましたけど、マジか、まあ、ゆうちゃんって呼ぶのはカルスしかいないと思うんですけど、ゆっちゃま。行くんちゃう？あ、グッティー！いいとこ行った！すごいな！呼ばれて飛び出て岡本さん、やっぱりあのファールにならずにロールの瞬間をスティール狙うとかボール狙っていくっていうのは結構やっぱりね、経験、センス、そしてなんだろう、嗅覚みたいな、あとやっぱメンタルですかね。いい汗キー。しかし83対76ですね。はい、依然として7点差。ちょっとやっぱ残り時間も短いですから一歩落ち着かます。噛んだ、落ち着かませって言っちゃった今。かませ、イエー、落ち着かせますね、はい、落ち着かませって何、ピックかな、ピックですね。ちょっとでもピックが、うわーうまいな、やっぱ経験ベテランなんかな。ちょっと今ね、なかなかセクシーなパスが出ましたけど、ピックをね、ちょっと緩めにかけたかと思いきや、あそこに出すというセンス。残り 9.8 秒ですね。バッシュ、これなんだろう、ルーク選手のバッシュ左右で色違う。うわ、グッティグッティグッティ、いやすげえ、うめえ、あー惜しい。いやめちゃくちゃグッティでしたね、ルーク選手今。やっぱね、スリーポイントの外でもインサイドの選手が相手ディフェンスをねガシガシやるとすごいちょっと見ててワクワクしますよね。83対79、4点差です。いやこれ決めたら勇者、勇者勇者ルークよ。世界の半分をくれてやろうか。いやいいですね、やっぱガッツあるディフェンスから生んだこのプレー。はい、第3クォーターの最後はルーク・エヴァン選手が激アツでしたね。はい、皆さんどうでしょうか、楽しんでますか。夏はこれからだぜということで83対81、ちょっとね激アツの2点差で、はい、第3クォーターが終了しましたけども、ベンドラメ選手と岡本選手のとこの、まあ、ホットラインといったらあれですけどね、あそこのちょっと
ちょっとアシストちょっとしびれましたね、うん、もう喉が痛いですが最後まで騒いでいきたいと思います。皆さんもね、最後まで一緒に騒いでいきましょう。レッツゲーレッツゴープレッセイ。さあ残り10分ですね、皆さん楽しんでいこうぜ。忘れない思い出を一緒に作ろうぜ。行く、いやここがでかい、んーシュートもでかい。さあということで2点差を追いかける NBDL 選抜ですね。グッティノーファルク、やっぱ保温セットが主流だったのかな。この間2015年のインカレ決勝をね、実況しましたけど、その時も結構保温セット、あのインサイドの2人がなんていうんですか、このペイントエリアの上というか、あのスリーポイントラインぐらいまで上がってきてね、なんかあのピッスクリーンかけたりするセットなんですけど、やっぱ今ねスペインピックだったりこうモーションオフェンスだったりいろんなバスケットが大学バスケでもね入ってるんですけど、やっぱ流行りがありますよね。おー、いやでもやっぱみんな面白いことを狙ってる感、企んでる感がすごい面白いですね。見ててなんか思い切ってこうねでかいことを狙うみたいな、すげーディフェンス。いやでもオールスターゲームだとしてもああいう風に前からバチバチプレッシャーかけるって見ててかっこいいですよね。なんかそのやっぱそういう姿勢に心動かされています今カルロスは。ええ、別に雰囲気うんぬんじゃなくね、ガチで自分がガチでやるっていうのはかっこいいですよね。駆け抜けるバービー、雄大が駆け抜ける、そしてパス、もう一丁つえ、惜しい、どっち、おお。それでも落合選手はね、91番ですね、NBDL 選抜の。髪型がやっぱね、ずっと変わらないですよね、何年間も。安定なんかね。おっと、どっちに当たった、ああ、トングー選手の背中に当たってしまい、アウトオブバンズです。いやー、岡本選手は狙うぜ。あ、やばい、ノーマーク出た。うわー、グッチー、まさか、やるのか、バンバーン、バンバーン、激アツのダンクだった。そしてやっぱね、なんていうんですか、ロングスパッツとバッシュの色を合わせてくるセンス、グレーグレーというね、ソックスもなんなら合わせてくるという、やっぱりね、留学生の選手はすっごいセンスがかっこいいですよね。いや、いい、お、やべ、切った、あー、しかし大学選抜ボールですね。でもやっぱね、こう面白いことを狙う、ちょっとその姿勢をカルサ今日改めて学びました。ちょっと次の火星リーグではちょっとね、はい、ビッグプレーになっていこうかなと思っております。でもなんか本当に思うんですけど、こういう昔の試合をね、こう皆さんと、視聴者の皆さん、大学バスケファンの皆さんと一緒に見て、なんか次の観戦の時のね、ちょっとした豆知識もそうですけど、バスケットやってる人はね、もちろんこう、次バスケやるときになんかこういうことやってみようみたいになったら、やっぱりカロンさんすごく嬉しいですね。あとなんかちょこちょこね、豆知識というか小ネタみたいなのを挟みますけど、そういうのもちょっとね、各自でこう持ち帰ってもらって、はい、ノートつけてもらったりとか、なんか、次ね、はい、大学バスケ観戦に行くときに、ちょっと楽しみ方が増えればいいなと思っておりますよ、カルロスは。ナイスフォロー、トングー選手。やっぱね、こう、いろんなやり方というかね、みんなと一緒にバスケの楽しみ方を広げたいなと。入るー、ナルビッチ選手でした。かっこいいな、シュートの後しゃがんで入ったか、どうだみたいな。なんかちょっといや、今、あ、すげえバチバチ。このあれですね、タッチはなんかグッときますね、はい、でもやっぱオールスターゲームっていいですよね。普段こう敵同士の選手、しかもね、その各チームでもエース級というかトッププレイヤーが一緒に組むっていうのはワクワクしますね。いやでもディフェンス上手だね、やっぱなんだろう、
すげえ。ギリギリまで読み、駆け引きを粘りましたね、今。ディフェンスの動きを待ちつつ。でも、その NBDL の方はディフェンスが、個々のディフェンスが上手ですよね。さっきもピックの後のパスに手引っ掛けたりとか。やっぱベテランというか、経験則。しかし、こっちにもベンドラメ選手はコートに7人いるからな。はい。コートに7人いるからね、実質ね、11対5なんですよ。ベンドラム選手が7人でね、他4人。はい。ルーク選手から、あ、でも、できるんじゃないかな。やっぱそうだよね。結構その、つけたり、なんていうんですかね。ルーク選手特有の柔らかさというか、ありますよね。ミートの際のところ、うわぁ、すごいな。しかしそこには落合さんがいた。あ、やべ。いや、ちょっと3点差のまま結構きわー何が起きた。新しい技、新しい技だよね、今の。ここはでもちょっとノーファールで、その後引っ掛けられたけど、空中で、そのまま一人ダブルクラッチというか、アリウープ。清田がやってたけど、ダンクじゃないけど、一人アリウープやりましたね、今、馬場選手。すげえな。なんで決めたとき、キヤーとか言っちゃったのかな。どっから声出てんの。3点差。あ、馬場選手の結構。やっぱちょっとこう、あの辺引っ掛けるのというか、パス読むの上手ですよね。あ、いいとこ。いやー、オシスですね。結構オシスが溢れ返ってる。オシーと言いますね。オシスと言います。さあ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 、3点差ですよ、皆さん。さあ、ここで、ピック。やっぱセットプレーとかの練習してるのかな。あ、ちょっとミスマッチというか、あれですね、シューターに帰る選手がついてる。いや、入るな。 80% 超えてるんじゃないですか、リアルに。橋本選手ちょっと1対1じゃなくてね。うわ、キーキバー。はい、キックボールでしたね。いや、キックボールか。反動収束陣法出るかと思った今。キャプテン翼ですね。行く。いや、いい。いやー、グッディ。第1クォーターだとね、ファール取られちゃったとこですけど、やっぱ慣れてくるんですかね、守り方に。うおー、クレバー、すげーな、今の。ちょっとさばくんか、さばかないんか、さばかないみたいなね、感じの、ああいうちょっとね。あ、アルバルクのロゴだ、前のロゴだ。いやー、面白いな、やっぱバスケット。さあ、ということで3点差ですね。95対90にちょっと100点ゲームいきそうな勢いですけど。あ、グッディ熱い。これが決まるとでかい。うわー、やっぱ縦のジャンプだとバンバ選手の方があれかな、分があるのかな。うわ、すごいね、すごいね。うわー、どこで見てた今。あんだけドリブル激しくやりながら周りをちゃんと見ていたということなのか。ノーファルか。ババディー、長めに行ってみましたけどね。はい、ということで審判はですね、はい、加藤さんですね。大堀高校出身で慶応義塾大学のバスケ部だったんですけど、 B リーグでも、はい、4年連続でね、審判の賞をいただくようなとんでもない審判の方です。日本初のプロレフェリーになった方ですね。やっぱプロレフェリーってすごいですよね。審判をして生計を立てるっていう。あ、いいとこ出した。
右サイド、大外からフォローは、あ、でもあれか、今安藤選手があんまり、やだねー、すごいね、あの、なんて言うんですか、インサイドアウトのドリブルの振りというか、滑らかさがすごい。インサイドアウトの左手でついてる、右行くよ、左行くよみたいな、あの、ね、あの中外みたいなドリブルですけど、あれのなんか振り幅と滑らか、なんだろうな、柔らかさがすごいな。さあエンドプレー、あ、うわ、冷静なんだから、もう安藤選手はすごいな。いや、かっけえな、やっぱシューターっていいですよね、かっこいい。あ、今狙ってた、いやー決めてくる、さすがですね、やっぱり経験値が違いますね。さあ、そんなこんなでね、カロスがちょっとね、あの、さっき騒いでるときに102点、もう100点に乗ったんですけど、大学選抜が。まあでも95点、7点差なんで全然わかんないですけど。うわぁ、すごいね、思い切りがいいですね、みんな、プレーの。あんな滞空時間でフェイダーウェイされたら、それは止めらんねえわと。足首つかむしかないですよ、あれは。うわぁ、高すぎたんだけ、ファールか。いやー、高杉くんでしたけどね、ちょっとやっぱ後ろから行ったのが気持ちファールだったのかもしれないですね。いい笑顔、そうそうたる顔ぶれですな。やっぱりね、いやー、すごいね。おっと、守り切った。やっぱ NBDL の方も結構、あ、ミツバチうめえ、緩急、なんだロッカーモーションっていうんかな、これ決まる、マジで。ちょっとベンチびっくりしてない、すごいですね、橋本選手リアルに。え、でもこの試合スタッツが残ってないんですよね、あのメンバー表とか残ってるんですけど、あ、グッディ後ろから襲いかかったマンマ選手、そしてうわー、もう余裕のね、はい、両足向きで坊さんのか、マンマ選手すげえな。なんかね、やっぱり95対108ですね。でもお客さんもね、届きすっ結構たくさん入ってますね。まあでもカロスはあの B リーグオールスターですね、 B リーグオールスターにね行ったことあるんですけど、すごいっすよね、圧巻ですよね、今バスケットであれだけ、うおー、すげえな、なんかピックスリップからの人飛び越える感じのあのダンク、すげえ、あ、なんかあの、かっこいいっすね。リング掴んでからちょっと体の向き変わるみたいな。とんでもないダンクしたな。カルロスが話をしようとするとね、とんでもないプレーが出てきて、ちょっと話が途切れるっていうパティーンがね、しばしばありき。なんかね、B リーグオールスターゲーム行きましたけど、ね、うわ、すげえパス、魔の飛球やん、まさに。魔の飛球並みの。やっぱ落合選手の左手からのパスはすごいですね、勢いが。魔の飛球っていうのはですね、ちょっと結構昔の野球漫画なんですけど、黒い秘密兵器っていうね、はい、野球漫画、お父さんとかにね、聞いてみてください、ぜひ。はい、ということで、110対97ですね。うわー、でっかい、でっかいのー、すごい、1個入れて、体勢崩れたところに、ダブルクラッチ。いや、すごいですね、やっぱ外国籍のね、選手がいる中でああいうプレーができるっていうのは、かっこいい以外の何者でもない。さあ、ということで、残り時間も1分切ってますけど、いや決めて、来た、行くんちゃいます、うおー、すごいね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 、
今何回すごいね、うん、すごいね、今何回すごいねって言った俺。すごいね、ノンパレー、すごい勢いですごいねが出てくる。すごいよ、関ヶ原の徳川軍で。お、狙った、いいね。はい、ということで残り15秒ぐらいですね。112対99、ちょっとラストオフェンスかな。もうさて、岡本選手がボールを持ちいいの。あー、バッシュキュッキュ来たよ、やるよこれ。あ、いや、グッディファールか。鳴海選手のファールですかね。さあ、112対99、ラスト岡本選手のフリースローですかね。さあ、さあ、ちょっとどうでしたか皆さん、この試合。112点取るという大学選抜の恐ろしさ決まりました。113点ですね。でもやっぱ NBDL チームもすごいベテランのスキルというか、ディフェンスもオフェンスもそうですけど、ちょっと上手さ見せてきましたね。やっぱ運動量みたいなところ、ディフェンスからのブレイクとか、そういうところで大学選抜が一気に勢いづいたのかなっていう感じでしたけど、はい、いや面白い試合でした。ありがとうございました。ということですね、はい、今回もね、カルロスがちょっと昔の試合をセレクトして実況してきましたが、はい、しばらくですね、この試合を実況するシリーズちょこちょこやっていこうかなと思っております。なのでね、はい、皆さんも見たい試合とかあればぜひコメント欄までください。カルロス、そして CS パークは、大学バスケの魅力を広めていくために日夜活動しております。視聴者の皆さん、バスケファンの皆さんと一緒に大学バスケ盛り上げていければいいなと思っております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。シャッシャッシャイ、いつもの挨拶で終わりましょうか。次は何の試合が来るかわからないぜ。ということでお楽しみしててください。3、